ホーム駅構内富士急ハイランド駅は山梨県南鶴郡富士川口湖町船津にある富士急行富士急行線の駅。駅番号は海 J17。副駅名はトーマスランド。富士急ハイランドの玄関口となっており全列車が停車する。開業時の駅名はハイランド駅で当時日本初のカタカナ表記のみの故障を用いた駅であった。 短式ホーム一面一線を有する地上駅。臨時列車の入線を考慮して、ホームの有効長は6両編成に対応している。線路はほぼ南東から北西に走り、ホームはその南西側に設けられている。ホーム上には、締め切り可能な待合所が設置されている。簡易水下改札機設置駅。駅舎は、 富士急ハイランドの第二入園口と一体化した建物で駅舎として使われている部分には友人の窓口があるほか簡易な自動券売機が一台設置されている。かつては直営駅であったが1978年から業務委託駅となっている。2021年4月19日より富士急ハイランドの休園日は窓口業務は休止となっている。 2017年度の1日平均乗降人員は1173人である。近年の年間乗車人員、乗降人員の推移は以下の通り。駅周辺では、富士吉田市と富士川口湖町との境界線が複雑になっており、当駅を出ると一旦富士吉田市に入った後再び、富士川口湖町に抜けて川口湖駅に到着する。ありがとうございます。